次回 VKF プロレスは4月24日土曜日、クラッシュオブザチャンピオンズ大阪天王寺区民センター、18時開始。チケット絶賛発売中。 VKF プロレス、よろしくどうぞ。本日のメールと6人宅マッチ60分に1本勝負を行います。青コーナー、なにわのすずめばちカーナー、ブラックバファロー、野獣開発マンスリー、カーナー、野獣開発マンスクルー。続きまして赤コーナー、風天のクリさん、栗原あゆみ、松山勘十郎、今大会プロデューサー、大阪に奇跡を呼ぶ男、ミラクルマン、吉野圭吾、たまりのパッションが気持ちいい、パッション、赤いパッション、
かい。やっとってくれ、勘十郎。やっとってくれ。Yeah.
何この工業、何この感じ、何この工業、何この工業、この顔見てどう思うね。ブルーだったらないか。皆さん、ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん、ちょっと待って。警察でも。いやいやいや、警察は待ってください。このまま、なんとか松山勘十郎の顔決めにして、許してください。
逆効果だ。アマテラスの神は何故岩戸を開いたの？なんでだ？何の話？笑い声だよ。おお、彼には笑いが必要なんだ。なるほど。ちょっと降りて、降りて。分かった、降りて。分かった、よしよし。分かった、降りて。さあ皆さん、お手を拝借。よー、ショートコント、天下対乱。私は女子プロレスラーのカナ。この度、ファッションレッドを離脱しました。でも私は一人じゃない。だってこんなに大勢のファンがいるんですもの。カナさん、何を隠そう、僕がカナさんのファン第一号です。それは間違いだ。第1号は私、あなたは第3号です。私が第3号だというなら、あなたは第12号です。私が第12号だというなら、あなたは第51号です。私が第51号だというなら、あなたは第128号です。私が第128号だというなら、あなたは第3号です。あかんない。わし
気持ちに嘘はつけ。